大変お待たせいたしました、はい、どうぞありがとうございました。昨日、松江市内の道の駅、客が行列をなして買い求めるのは中海産の赤貝ではなく赤エイです。赤エイ、塩分濃度が低い汽水の中海や宍道湖に生息し、松江城周辺の堀川でも見られる、実は地元では身近な魚です。しかし漁業者にとってはエビや貝を食べてしまう厄介者としても知られています。ほぼ丸々、ほぼというか丸々ですね。島根大学大学院に通う福田明さん25歳、厄介者赤エイを食材として活用することができないかと考えました。全国に島根県にこういうものがあるんだと、この島根県だからこそできた汽水の一品があるんだとっていうものを広く知っていただきたいなと。主に煮付けで食べることが多い赤エイ、福田さんは養殖用の食材としても使おうと4年前から大学の仲間らと試行錯誤してきました。海に住むエイに比べて中海宍道湖産のエイは臭みが少なく、フライにすれば食べやすくなると考えました。ふわふわした身っていうものをこのサクサクとした衣が包んでて、でその味の食感のギャップが楽しめるという。そして昨日、仲間も協力し福田さんは赤エイグルメの試験販売を行いました。販売するのは一押しのエイバーガー、さらにエイカツに軟骨の唐揚げと3種類を用意しました。販売開始からブース前には行列ができ、200個用意したエイバーガーが飛ぶように売れていきます。エイバーガーなかなかでも食べる機会ってのは、ないあんまりよくわからないですんで、特にイメージとかもない。すごく並んでる時から美味しそうな匂いがしてたので、こういうふうに有効活用できるっていうのはすごくいいことだなと思います。これから広がってほしいなと思います。コラーゲンを多く含んでいるというエイバーガーの味は、赤エイパティのですね、程よいこう食感、弾力があるんですよね。全然パサつきがないです。そして味も全くと言っていいほど臭みがありません。これ赤エイ厄介者ではなく、本当に食材としてですね、今後注目を集めそうですね。赤エイは汽水の島根ブランドだという福田さん、汽水との語呂合わせで汽水ブランドと名付け、商品作りを進めていく考えです。やっぱり純粋にすごく嬉しいですね。こうやって赤エイに興味を持ってくださっている人がたくさんいるっていうことが分かったので、ものすごく嬉しいです。いろんな飲食店さん、居酒屋さんにで売ってもらって、松江といえば、島根といえば赤エイっていうものをね、入っていけたらなと思ってます。